ういうところでお話をね、それでもなかなかタイミングが回ってこないんですけれども、今日は気持ちいい人とお話を伺いました。行きましたけれども、はい、今期の目標何かありますか？もちろんまた一生懸命バナナを作ったか。あ、美味しいって、みんなホームのバナナが一番美味しいバナナ一つが収穫したところで、もういただきました。バナナをおかげで勝てました。ありがとうございます。いつもこう危ないっていうところをいいところいいところでこう止めてくれたりとかしながら、心の中で皆さんもね、手に汗を握りながら応援してると思うんですけれども、さあサポーターの皆さんに一言お願いします。今日は応援ありがとうございました。ありがとうございました。やっと勝てたので、あれ、これはホームで勝ってたのでよかったですまた次も勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします。はい、今日は本当に気持ちの練習ありがとうございました。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。